にちは、赤ちゃん本舗絵本担当です。皆さん、お子様の歯磨きでお困りなんですね。お子様の歯磨きでお困りの方に、今回はこちらを持ってきました。この絵本を読み終わった後はきっと歯磨きするとお子様は歯ブラシを持ってくるはず。まずはこちら、こすって遊べるポケモン歯磨きです。この絵本の汚れが消えるんです。すごくないですか？早速中を見ていきましょう。ポケモンたちと歯磨き、ゴシュゴシュ始めよう。まずはお口の練習。大きくお口を開けて、あー。お口を閉じて、いー。あれれ、歯が汚れているね。歯磨き始めるよ。大きくあーの口で奥歯を磨こう。お子様と一緒にお口の中の汚れを指歯ブラシでこすってみましょう。ゴシュ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 。この絵本すごくないですか？汚れがなくなりました。綺麗にできたね。何これ、ページいっぱいに汚れた。お子様の指歯ブラシとママ、パパの指仕上げ磨きでピカピカにしていきましょう。どんなポケモンがいるかな？ゴシュ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 。歯を磨いたらピカチュウが出てきました。次はどんなポケモンが出てくるかなとお子さんと楽しみながら歯磨きしてみてください。かわいいポケモンたちと楽しい仕掛けで歯磨きを嫌がっていたお子様もきっと歯磨きをしてくれるはず。2冊目はこちら、歯ブラシくんです。こちらの歯ブラシくんはとっても頑張り屋さんで、歯ブラシくんを応援したくなる一冊です。では中身を見てみましょう。歯ブラシくん、はーい。今度は横向いて、はい。歯ブラシくんかっこいい。それじゃあお仕事お願いね。はい、いきますよ。あんしてください。歯ブラシくんはどんなお仕事をしてくれるのかな。この絵本を読むと歯磨きが楽しくなるはず。続きは絵本でお楽しみください。いかがでしたか？絵本を使って楽しみながら歯磨きすると、いやいやがなくなるかもと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次のテーマでお会いしましょう。